川西93式中間練習機飛行中の93式陸上中間練習機93式水上中間練習機 k 5 Y293 式中間練習機は大日本帝国海軍の練習機日本軍の練習機は目立つように大色に塗られていたことから別名赤トンボと呼ばれていたが本機はそのうちの代表的な機体の一つである昭和初期まで 日本海軍では10式艦上偵察機や14式水上偵察機などの旧式になった偵察機などを練習機として運用していたが老朽化による稼働率の低下に加え実用機の性能が向上したことによりこれらの機体では能力が不足するようになってきたそこで海軍では1930年に海軍航空技術省で 新型の中間練習機の開発に着手し、1931年に1号機を完成させた。91式中間練習機と名付けられた、この機体は近代的な機体で高速だったが、安定性に問題があったため量産されずに終わった。同年11月、この91式中間練習機の改良型の開発と増加施策が川西航空機に指示された。 川西では空技省と共同で改造に取り組み、1933年12月に試作1号機が完成した。機体構造が交換、または木製骨組みにハフ張りで高体角のついた上、翼を持つ点は91式中間練習機と同じだったが、主翼や尾翼の形状の変更、上翼の取り付け位置変更が行われ、 実用性向上のため細かい改良がなされていた。審査の結果、安定性、操縦性、実用性とも申し分のない機体となったため、1934年1月末に93式中間レニ周期として、正式採用された。正式採用後、川西で60機が作られたのを皮切りに、渡辺鉄工所や日本飛行機、日立航空機、中島飛行機、 三菱重工業などの海軍と関係を持った航空機製造会社のほぼ全てによって大量生産が行われた。これは軍が主力企業以外の民間工場にも航空機製作の習熟を行わせる施策をとっていたための持ち回り当番とされている。93式中間練習機は海軍のあらゆる練習航空隊に配備され、 1945年の第二次世界大戦終結まで用いられた。安定性、信頼性が非常に高く扱いやすいながらも、同時に高等極技飛行も可能なほどの操縦性を持ち合わせ、多くの練習生がこの機体から巣立っていった。陸上機型の93式陸上中間練習機の、他に水上機型の93式水上中間練習機も、 相当数生産され、水上機の搭乗員要請に一役買った。一部の機体は民間でも使われ、訓練飛行や空中写真撮影などに広く用いられた。また、性能向上を目論んだ改良型も試作され、川西と渡辺がそれぞれ中島、久地型改め1装備の11、止水上中間練習機を空儀省が、 雨風21型装備の93式、水上中間練習機改め、雨風 21A 型装備の93式、陸上中間練習機改め、雨風15型装備の傷九93式、陸上中間練習機13型を製作したが、いずれも性能が要求に達さず、量産化離されていない。第二次世界大戦の中期以降、 実用機の世界的な性能向上のため、本機を初等練習機として使用することも多くなってきた。陸軍でも、従来は、中間練習機とされた95式1型練習機から、初等訓練を始めるようになる。その他、931空所属機は、対戦紹介任務の空母艦載機として運用された。戦争末期には、 制空権を握った敵軍に目立つことから、機体上面は、作戦機と同じ能力色に塗られるようになった。本機によって編成された神風特別攻撃隊、第三流個隊の特攻隊員、左から5人目が、隊長の三村博史上飛装本来の実用機の不足を補うため、本機がアルコール燃料でも稼働可能なことから、 機体全体を能力色で塗装した上に鉱石に増装としてドラム缶を装着し機体強度と発動機水力の限界に近い二百五十キログラム爆弾を積み込んでの特攻に駆り出されることとなった。不要部隊指揮官、見延べ正し少佐は木更津基地で開催されたとされる連合艦隊の会議において本機のような練習機まで特攻に駆り出そうとする軍の方針に 反対したと主張しているが、フィリピンでの決戦に敗れて、大量の作戦機を喪失していた日本軍は、戦力化できるものは何でも継ぎ込まざるを得ない状況に追い込まれていた。1944年11月、沖縄海軍航空隊で、偵察や対戦紹介任務を行っていた、搭乗員が、石垣島に派遣されて、石垣島派遣隊として編成された。 1945年4月には、連合軍が沖縄に進行してきて、沖縄戦が開始され、翌1945年5月、石垣島派遣隊は、台湾の新築基地に移動し、第132海軍航空隊に編入されることとなったが、その際に、全搭乗員が志願の有無にかかわらず特攻隊員に、任じられた。それも、今まで操縦してきた。 水上偵察機や環状爆撃機ではない複用練習機の本機での特攻出撃と聞かされて搭乗員たちは驚きを隠せなかったという特攻隊員は小引基地に移動して猛訓練を行ったもともと実戦部隊から編成された石垣島派遣隊員の搭乗員のレンドは当時の日本軍航空兵の平均から見ると高く小隊長の可視官は 操縦年数2年で飛行時間が800時間程度、最も若くて未熟な搭乗員でも300時間ぐらいで約100時間の飛行時間で出撃する特攻隊員も多い中で比較的熟練した搭乗員が揃っていたといえる。その搭乗員らは、列速の本機での特攻は夜間の出撃が必須で、なおかつレーダーに捉えられない海面すれすれの高度5メートルで、 飛行しなければならなかったので、厳しい訓練が繰り返されて、当初は暗い夜道を一人で、とぼとぼと歩くような、心細さで、すべてが不審と不安で一杯となり、訓練半ばで着陸することもあった搭乗員らも、やがて完全に夜間の超低空飛行ができるようになった。霊式環状戦闘機の最新型である零戦52型兵型や、 急降下爆撃機水星12型の夜間戦闘機型、母型といった新鋭機種を優先的に配備されて燃料節約や未熟な搭乗員の後方の負担を軽減するために飛行巡航行動、飛行が容易な3000メートルから4000メートルとして特に有効なレーダー対策も行っていなかった不要部隊のような第一線部隊とは与えられた機体や置かれた状況が違いすぎるため かような厳しい訓練を課す必要があった。小尾基地で訓練を受けている搭乗員で編成される特攻隊は基地の名前から竜古隊と名付けられた。竜古隊の隊員の中には石垣島派遣隊の搭乗員の他にも小尾基地の冷戦が枯渇したためやむなく本気で夜間爆撃訓練を受けていた非常に操縦技術が高い聖や 歴戦の冷戦操縦士の角田和夫将尉によれば、熟練搭乗員の中でも、富士儀による機体破損回数の多い搭乗員や、出撃時何らかの理由で途中引き返した回数の多い搭乗員も、懲罰的に選ばれていたという。先着組の竜古隊は、まず1945年5月20日に、第1竜古隊の本機発起、6月9日には、 第二流古体の本機8機が台湾から出撃したが、いずれも天候等の問題もあって、宮古島、石垣島、与那国島に不時着し、攻撃に失敗している。二度の失敗で、やはり練習機の本機に 250kg の爆弾を搭載して長時間飛行するのは無理があるのではと判断されたため、宮古島に前進して飛行距離を短縮することとした。 石垣島派遣隊の時から搭乗員を率いてきた、三村博史上秘装を指揮官とした八機の本機が、宮古島に前進し、1945年7月29日に、第三流個体として出撃が命じられた。宮古島飛行場は滑走路が短く、低速の上、250kg 爆弾搭載の、過大な機体重量という悪条件の中で、猛訓練で鍛えられた。 特攻隊員らが操縦する本機は次々と離陸し、見送っている地上要員を感心させたが、佐原章二郎一飛走の機体だけが車輪がパンクして、離陸ができなかった。七機となった第三流個体であったが、そのうち隊長の三村と吉田節夫一飛走の機体が、エンジントラブルに見舞われて引き返し、吉田の機体は飛行場まで持たず、近くの畑に不時着し、 吉田は重傷を負って再出撃できず、結果的に第三流個体唯一の生存者となった。本機による特別攻撃で撃沈された駆逐艦キャラハン午前0時31分、沖縄本島真西35マイルでレーダーピケット任務についていたキャラハン、カッシン・ヤング、プリチェットの3隻の駆逐艦は接近してくる一機の正体不明機を発見。 34分にキャラハンは、その機を敵機と判断して、砲撃を開始したが、すでに200メートルの位置まで接近していた。こんな近距離まで本機が発見されなかったのは、本機が巧みな低空飛行で接近してきたことと、機体が木製や布製であり、レーダーで探知困難だったためである。キャラハンの CM バーソルフ艦長は接近してくる敵機が冷戦でも、 艦爆でもなく85ノットの低速で飛行する、副用機と知って驚いたが、その機は、雨あられと浴びせられている、対空砲火に、全く損害を受けてないかのように、第三上部球団室付近に激突し、搭載爆弾は甲板を貫通して、機械室で爆発し、機械室内にいた乗組員全員が戦死した。また搭載されていた、 航空燃料で発生した猛烈な火災が弾薬庫に達するのは時間の問題と思われたので、バーソルフ艦長は総員退官を命じた。沖縄戦当初から特攻機と戦ってきたキャラハンは、これが最後の任務で完了後にはようやく帰国できる予定であったが、それが叶うことなく、火災による誘爆が連鎖する中で、士官1名、下士官兵46名が戦死。 73名が負傷し、特攻機が突入した約3時間後に、艦尾から沈んでいった。本機による特別攻撃で大破した、駆逐艦、カッシン・ヤングの艦上沈み行く、キャラハンの乗組員を、カッシン・ヤング、プリチェットが救出していたが、キャラハンが攻撃を受けた、数時間後に2機の特攻機が現れて、救出作業中の2隻に突入してきた。2隻は、 特攻機に激しい対空砲火を浴びせたが、キャラハンに突入した一機のように、これらの弾丸は特攻機に命中しているが、すべて貫通してしまい損害を与えていないようにも見えた。その一機はプリチェットに命中したが、角度が悪く、斜めに激突したため、大きな損傷を与えることなく、海上に落下してしまった。もう一機は、 カッシンヤングに命中直前の30メートル距離で、ようやく対空砲火によって撃墜された。機体故障と、パンクで出撃できなかった、指揮官のミムラと、サハラは、翌7月30日宮古島からわずか2機で出撃。その中の1機が、くしくも昨日、第三流個体と戦った後に、キャラハンの負傷した乗組員を、病院船に運び、レーダーピケット任務に復帰した。 カッシン・ヤング、プリチェットと接触した。またも、巧みな低空飛行と、木製、布製の機体によって、二隻が特攻機を発見できたのが、特攻機が一旦上昇後に、突入のため急降下を開始した時であった。対空降火は間に合わず、特攻機は、カッシン・ヤング後部の救助艇用のダビットに命中、艦は大破し、十七名が戦死し、十一名が、 負傷するといった甚大な損害を被った。図らずも、前日戦友が打ち漏らした標的に突入した形となった。残る一機も、対戦紹介任務中の輸送駆逐艦ホラスエーバスに、低空飛行で接近。発見された時には、同艦の戦狼に命中し、それをなぎ倒し、一名の戦死者と十五名の負傷者が生じた。二日渡った。 第三流個体の攻撃で、アメリカ軍は一隻の駆逐艦が、沈没、一隻が、大破、二隻が損傷し、四隻で75名の戦死者と129名の負傷者という損害を被った。わずか七機の本機に通撃を被ったアメリカ軍は、練習機での特攻を脅威と認識、効果が大きかった要因を以下のように分析し、 高速の新兵器による特攻と同等以上の警戒を呼びかけている本機より一足先に特攻機として実戦に投入されていた練習機白木区も戦果を挙げており練習機の特攻投入を激しく批判したとされる身延引いる不要部隊が沖縄の飛行場攻撃と並行してアメリカ軍の艦船攻撃を続けながら全く戦果を挙げることができなかったのとは 対照的であった。アメリカ軍側は、本機や、同じ練習機の白菊や99式、艦上爆撃機のように通常攻撃では、アメリカ軍艦艇を攻撃することすら困難になっていた固定客等の旧式機が、特攻では戦果を上げていることを見て、こうした戦術は、服用機やバルのような固定客の時代遅れの航空機でも作戦に使用できるという。 付随的な利点があったと評価している。本土決戦では、本機を中心とした練習機も特攻機として投入される計画であり、陸海軍の練習機合計4450機が特攻機用に回収されていた。陸上機、水上機合計5591機が生産され、このうち半数近くは日本飛行機制であったが、 製造機数の多さと練習機という任務から終戦時に残存していた機体数は海軍の機種の中では最も多かった。戦後、インドネシア独立戦争にて93式中間練習機はインドネシア共和国軍によって練習機等として広く使われた。だが、ほとんどはインドネシア急宗主国のオランダ空軍による飛行場への爆撃により、 1947年までには、ほぼ破壊されてしまった。現在、その中の一機が、インドネシアのサトリアマンダラ博物館に保存されている。本来なら、二番目のアルファベットは製造者の、川西から、K のはずだが、91式中間練習機からの改造ということで、Y になっている。および一部の試作機。ミノベが発言したのは、 第3航空艦隊の沖縄戦の勉強会とする資料もあり、会議の主催者や開催日、出席者、見延べの発言内容、見延べと口論した相手など、会議の内容は資料によってバラバラであり、実際に開催されたのかも不明。不要部隊による感染攻撃の戦果としては、潜水艦一隻撃沈、戦艦一隻撃破、巡洋艦一隻撃破、 大型輸送船一石撃破が報告されているが、いずれもアメリカ軍側に該当する、損害記録なし。ありがとうございます。